アルバカーキはアメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の19番艦。艦名はニューメキシコ州アルバカーキにちなんで命名された。その名を持つ艦としては2世紀目。アルバカーキは1973年10月31日にコネチカット州クロトンのジェネラルダイナミクスエレクトリックボート社に建造発注され、1979年12月27日に寄港した。 1982年3月13日に、ナンシーエルド・メニチプ人によって、命名、浸水し、1983年5月21日に、艦長リチャード・ H ・ハルトマン大佐の指揮下収益する。1983年の残りは、海上での様々な検査、試験、証明に費やされた。1984年に入るとアルバカーキは再び、エレクトリック・ボート社のドックに入り、 成長後の信頼性試験が行われた。4月15日に再び出航し、5月に入るとフロリダ沖に移動、兵器及び戦闘システムの試験を行う。夏の間、アルバカーキは艦隊演習及び海軍兵学校生の訓練巡行を行う。8月に入ると通常の活動を始める。10月及び11月は大西洋での拡張作戦活動を行い、 12月には、再び、エレクトリック・ボート社で、追加修理を行った。1985年に入ると、ソナー訓練及び兵器システムの訓練を始め、2月には2ヶ月に、及ぶ偵察巡航準備を完了し、27日に、出航した。5月に母港に、帰還6月半ばまで、東海岸での作戦活動に従事し、再び外洋へ派遣された。 二ヶ月後に帰還すると11月まで沿岸での任務に着き、その後艦長就任予定の士官のための訓練艦としてフロリダへ巡航した。12月には母校で沿岸任務を再開した。1986年1月14日、アルバカーキはエレクトリックボート社のドックに入り、二ヶ月間の有効性試験が行われた。作業完了後3月に沿岸での任務を再開し、 5月まで従事する。5月19日から9月14日まで、アルバカーキは、スコットランド、イギリスを訪問した。期間後10月後半にエクズマサ運動で、音響試験を行う。11月初めに、コネチカット州クロトンに短期間戻るが、11月4日に、出港し2つの艦隊演習に参加する。その後、ニューロンドンで11月24日から12月7日まで、維持作業を行い、 12月は対潜水艦訓練で過ごす。1996年7月17日にトランスワールド航空800便墜落事故が発生したが海軍はどうやロングアイランド沖合で活動していたアルバカーキは事故に関与していないことを確認した。1999年にアルバカーキはルーズベルト空母戦闘軍の一部として6ヶ月間の地中海配備に参加した。アルバカーキは ユーゴスラビアのセルビア人勢力圏に10発のトマホーク巡航ミサイルを発射し、ロサンゼルス級フライトアイの中で最短の発射記録を樹立し、確実なイテシュアシューターの愛称を得た。この配備の間にアルバカーキはナポリ、ラ、マッタレーナ、トゥーロンを含むいくつかの港に親善訪問を行った。燃料補給オペレーションに備えてアルバカーキは20メディア会場を完了した。 造船所での22ヶ月の期間中、アルバカアーキは作業の迅速性と史上最も効率的な核燃料補給を称賛された。この間に艦長のバローズ少佐に代わってスチュワートミューン首相佐が艦長に着任した。メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所でオーバーホールが完了すると、アルバカアーキは2003年の初めにグロトンへ帰還した。同年の残りは、 沿岸での作戦活動、原子炉安全制試験、兵装の改良が行われた。2004年は、オーバーホール後初の海外配備に備えた訓練で、費やされ、この中には2ヶ月の緊急海外配備及び、スペインのロタへの訪問も含まれた。アルバカアーキは2004年10月13日から2005年4月12日まで、ハリー・エストルーマン空母打撃軍と共に6ヶ月間の配備につく。 この間に、スコットランド、ポルトガル、バーレーン、セーシェル及び、クレタ島への訪問を行う。アルバカ・アーキは2004年の第二戦隊、戦闘効率賞を受賞した。アルバカ・アーキは現在、グロトンを母校として、第二潜水戦隊に所属する。2005年6月27日に、ミュンシュ中佐に代わって、ロバート・ダグラスチューサが艦長として着任した。2005年7月、 アルバカーキの下記管制官であるアリエル・ウェインマンがアルバカーキを脱走し、ウェインマンは2006年8月初めに逮捕された。ウェインマンは脱走の罪に加えてスパイ活動の罪も問われた。調べによれば、ウェインマンはアルバカーキの機密情報を2005年3月のマノアマ、メキシコシティ、2005年10月のウィーンでと少なくとも3回、外国の政府関係者に渡そうとしたという。 2015年10月16日退役、ありがとうございます。